皆さんこんばんは、みーです。今日は最近購入したお洋服たちをご紹介したいと思います。はい、まず1着目はこちらのお洋服です。この下のパンツはもともと持ってるやつなんですけど、このハイネックのニットを購入しました。それに合わせるためにこのアクセサリーも一緒に、こういうアクセサリーも一緒に購入しました。で、先日ZARA の購入品でご紹介してたんですけど、このジャケットをこのお洋服に合わせたくて、このニットを買っちゃいました。こういう感じになります。で、さらに最近このバレンシアガっていうところのブランドでバッグを購入して、これもこのお洋服に合わせたらかっこいいなと思って、黒のバッグを持ってなくて購入しました。これを合わせるとかもできるし、この赤のバレンシアガのバッグを合わせてもワンポイントでかっこいいかなと思います。で、まだあるんですけど、これもバレンシアガで購入したやつなんですけど、これはなんかここにスマホケースとか入れられるやつで、こういう感じで首にこうぶら下げて、ここにクレジットカードとか、まあ、ちょっとお金入れて、ここにスマホ入れたらもうこれだけで出かけられるんで、基本的になんかちょっとネイルサロン行くとか美容室行くとかいう時はもうこれ一つ首に下げて出かけたりしてます。このパンツは結構ツルツルの素材やから履きやすくて、ハイウエストなんですよ。ハイウエストやからちょっと食べ過ぎてお腹出ちゃったとかってなってもカバーしてくれるんで、すっごく気に入ってます。これからの時期このジャケット、冬はちょっと厳しいかもやけど、冬、真冬までの間はこれを愛用したいと思います。はい、2着目はこちらです。結構短いんですけど、中になんかちょっと透け感のあるインナーを着てみたりとか、なんかいろいろ考えて着てみようかなと思います。あとこの萌え袖がいい感じこうパッと見すごいこうかっこいい感じのファッションやけど、この袖とか見たらちょっとかわいいなみたいな感じも出てて、すごいいいなと思います。あとこのパンツも生地が何生地っていうんやろ、なんかよくわかんないけど、なんかワッフルみたいな生地であったかくて、これは多分夏でも冬でもどっちでもいけるかなっていう感じです。はい、こういう感じです。はい、では最後なんですけど、最後に購入したのがこのショートブーツです。前にロングブーツをご紹介した時に、まあ、またショートブーツも買ったら紹介しますみたいな感じで言ってたと思うんですけど、もう早速買っちゃいました。ここのゴールドの部分がめちゃくちゃ好きで一目惚れしちゃいました。じゃあこれを履いてみます。あ、いい感じ。お洋服にこのブーツめっちゃ可愛くないですか？ほら、ちょっと違うか、ちょっと違うかも。まあでもこのブーツはまた違うお洋服に合わせて着たいのは着たいんですけど、けどなんかこうやって見たらでもなんか可愛いかも。いいですね。また何か違うお洋服合わせてみたいなと思います。
これね、なんか中が低反発のクッションみたいなのが入ってて、めっちゃ柔らかくて履きやすいんですよ。ただこれをこの間レイちゃんとお出かけした動画が上がってたと思うんですけど、まあ、それの時には違う靴履いてたんですけど、帰りにこれを履いて帰ってみたんですよ。もう足が痛すぎて3日間ぐらい筋肉痛でした。ずっとぐらい結構これあんまり長時間履くのには向いてないかなっていう感じで、まあ、ちょっと軽くお出かけする時とかに履いていこうかなと思います。でもう一個買ったロングブーツは、あれはもういくら歩いても何しても全然足痛くならないんで、あれは例えばまあ旅行とか、まあ、長時間のお出かけとかそういう時にこれから履いてみたいと思います。